いつきはずるいな。試してみない？おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？これ、全部今からまとめるとか、無茶ぶりだろう。俺の名前は進藤蓮。三道高校に通う2年生。さっきたまたま先生に呼び止められ、文化祭のプリントを押し付けられた哀れな学生だ。あ、帰ってきた。こいつは橘五木。五木はクラスの人気者で、いつも人に囲まれている。席が近いことから、俺と五木は話すようになった。人と話すのが苦手で、クラスで浮き気味な俺に対して対等に接してくれる五木のことが、俺は密かに気になっている。橘くん、絶対約束だよ。バイバイ、五木くん。うん、じゃあ、また明日。あ、進藤くんもバイバイ。あ、おう。進藤くんってなんか話しにくいね。ねえ、なんで橘くんは進藤くんとつるんでるんだろう。あんなの気にすんなよ、蓮。っていうか、それ何？雑用を引き受けたの？相変わらず、蓮はお人よしだね。別に、そんなんじゃない。押し付けられただけ。手伝うよ。あ、サンキュー。これで、最後だね。お疲れ様。悪いな、助かった。もう夕方だね、レン。ああ、そうだな、そろそろ帰らないとな。うん。ん？何見とれちゃってんの？見とれてなんか。レンは相変わらず分かりやすいな。何がだよ。何でもないよ。いつきは俺をいろいろ助けてくれる。最近はいつも一緒にいるけど、いつきはクラスの人気者だし、いつか俺から離れていってしまうのではと不安になる。それより帰らなくていいのかよ。ん？蓮は帰りたいの？え？僕はさ、もうちょっとこのまま蓮との放課後デート楽しみたいなって思ってさ。な、放課デートだ、誰と誰が？僕と蓮。何、蓮、どう盛りすぎでしょ。悪かったな。俺はお前と違って慣れてないんだよ、そういうの。ん？そういうのって？だから、そういうデートとか、恋人が言うことみたいな。だっておかしいだろ、男同士でそんなこと言うの。うん、そうだね。あ、いつき？うん、帰ろっか、蓮。いつきと一緒にいると、もっと一緒にいたいと思ってしまう。この気持ちが恋だと気づいたのは、かなり前からだ。じゃあ、また明日。待って。もうちょっとだけ、ここで話さないか。まだ一緒にいたい。あ、え。レンがそうしたいなら、ここにいる。僕はずっと、レンのそばにいるよ。あ、いつきは、ずるいな。ずるい？いつも俺ばっか。いっぱいだ。ねえ、レン。どうした、いつき？聞きたいことがあるんだけど。っていうか、近くね。レン。なんだよ。つか、近えよ。そんなに嫌がらなくたっていいでしょ。は？
レンの名誉のためにこっそり聞こうと思ったのに。ねえ、チューしたことある？あっ、チューだと？チューってあのネズミの鳴き声とかじゃなくて、チュー、キスとか、そういうこと？俺は何をこいつに聞かれているんだ？ねえ、あるの？ないの？いつき、あるわけないだろう、そんなこと。俺なんか恋人どころか友達もまともに作れたことないんだぞ。そうだったね。レンはさっきもなんか話しにくいって言われてたもんね。いや、自分で言っといてなんだけど、ちょっとは否定しろよ。まあまあ。じゃあさ、試してみない？え？嫌なら拒否して、レン。チューしちゃったね。あ、俺のファーストキス。そうなんだ。じゃあ僕と同じだね。いやいや、イツキは違うだろう。本当だよ。僕、レンにそういう大事なことで嘘つきたくないから。な、だとしてもおかしいだろ。こいつは人気者で、俺はただの平凡な男なわけで。いや、絶対おかしいって。普通ファーストキスって好きなやつとやりたいもんじゃないの。俺がおかしいのか？俺が好きなやつとできて嬉しかったけど、いつきは本当に俺でよかったのか？あ、後で返してくれって言われても返せないんだからな。何それ、言わないよ。こうして俺のファーストキスはいつきに奪われた。向こうは遊びだったかもしれないけど、俺にとっては貴重な思い出だ。好きな人とキスできるなんて夢みたいだ。俺はこれからもこの思い出を忘れることはないだろう。